look for the taco truck. Walking through town, you'll find occasions to have one-on-one talks with your friends. See where these are on the map and begin them by pressing triangle, just like a party chat. Having a walk and talk with someone will fill in an entry in their bond bingo. And deepen your friendship, you can replay any walk and talks you've had from the album at your hangout. Alright, cool. なんだ一番寝不足か。ねえ、なんか寝つき悪くてね。寝てもすぐ起きちまってさ。おいおい、睡眠は基本だぜ。寝られる時にちゃんと寝とけよ。仕方ねえな。これ貸してやるから今夜使ってみな。なんだよ、睡眠薬とかか。そういうの。いや、量子力学から紐解く特殊相対性理論って本だ。どういうこと？てか分厚っ。お前こんなの持ち歩いてんの？ああ、これを読めば1ページ目でぐっすり夢の中だぞ。それなら残りの944ページは持ち歩かなくていいんじゃね？Bond bingos get filled in as you learn more about your friend during walk and talks. Check out your progress via the pause menu. Once you filled a row, a column or dialogue line, score a bingo and the bonds of your friendship will deepen.よっしゃー！クリオ。はい。Get where we need to go. It's another talking point. We'll utilize that talking point later.I wonder if we get the right bikes and stuff around the town. Oh, you're so sweet saying hello even though I wasn't even talking to you. Aloha!Aloha. You're so sweet. And aloha in that sweet voice. I'm really liking the new setting for Yakuza. I wonder if they're going to do more Yakuza games outside of Japan. It'll be cool. かかってきやがれ。調子出てきたぜ。腰の野郎が。ついてこれるか。レッツゴー。終わらせる。Try me, bitch. よし、やるぜ。Do not see what I did to y'all, homie. Homie. ガツンと行くぜ。ぶっ飛べ。俺の番だな。もらった。放電準備。手加減はなしだ。ビビってんのか。調子だぜ。ハロー。
food truck. I want some tacos. I'll give you $50 for it. Oh, come on! This is a genuine driver's license. It's gotta be worth at least 70. $50, take it or leave it. I doubt someone else would even give you the time of day. Oh, fine. Tight-ass. Guy sounds like Cheech. Cheech and Chong. Yo, Jeff. Tomizawa ka? 久しぶりだな。観光客から奪ったもんでも売りに来たのか？いや。なんだお前ら。3日前、俺のパスポートが盗まれてよ。ここに持ち込んだやつがいなかったか。さあ、どうだったかな？とぼけねえで教えてくれよ。おいおい、富澤。俺がタダで情報を渡すとでも思ってんのか？やっぱダメ？当たり前だ。金用意してこい。そしたら教えてやるよ。How much you want? ということだから、金を用意するしかねえな。いくらくらいあればいいんだ？まあ、相場は30ドルってところかな。値切ればもうちょい負けてくれそうだけど。結構きついな。どっかで金稼がねえとダメか。まあでも、あの千歳って子に会うためだ。やるしかねえな。ああ、千歳。おい、兄ちゃんたち。え？ずっと話聞いてたんだがよ。あんたらが探してる女は千歳っていうのか？な、ああ。何か知ってるのか？心当たりがあってな。もしかしてダンサーっぽい編み込みの髪をした若い美人さんじゃねえか？そうだよ、そう。そいつに間違いねえ。どこで見たんだ、おっさん？こいつだよ。これは風俗？デリバリーヘルスとかか？さあ、ホームレスの俺にはよくわかんねえが、姉ちゃんといいことができるサービスなんだろう。この前、この近くで寝てた時によ、そのチラシ持った男が電話で女を呼んでたんだ。そしたら、さっき言った千歳って女がやってきたってわけさ。オーラがある目立つ子でな、目を奪われちまったよ。聞いたところじゃ、どうやら、その店のナンバーワンらしいぞ。その千歳って子。これは間違いなさそうだな。早速電話してみましょう。おっちゃん、ありがとうね。Might be a pound, なんでこんな有益な情報俺たちにくれるんだよ。同じ日本人としてのよしみさ。あとジェフってやつ、俺は気に食わねえんだ。あいつが儲かるのも尺だからよ。ありがとう、おっちゃん、いいやつだな。いいってことや。うまくいったら今度酒でも恵んでくれや。ああ、何杯でもご馳走してやるよ。じゃ、行きますよ。はあ。Hi, もしもし、ゲリーズラブキャンプです。な、もしもし、チラシを見て電話しまして、女の子を呼びたいんですけど。え？おめでとうございます。お客様は当店の100人目のお客様になります。特別に今回は料金無料でご案内します。運がいいですね。 Yeah, I knew it was pound meats. マジか、ありがとうございます。ではお客様、お名前と今いる場所を教えてもらえますか？名前は春日、場所はジェフってやつのタコストラックの近くだな。おお、あ
の辺りは治安が悪いですからね。さぞや奥回りでしょう。え？いや、そんなに困っちゃいないけど。OK! では、うちのキャストの中で、とびきり暇で人気ないやつを一名、そちらに派遣します。え？やだな。ていうか、お宅の千歳さんで、お願いしたいんだけども。千歳をご指名ですね。少々お待ちください。やっぱり運がいいですね、お客様。千歳は一番人気で、いつも予約でいっぱいなんですが、今は運よく予定が空いています。おお、よかった。じゃあ、千歳さんでお願いします。かしこまりました。すぐにそちらに向かわせますので、お待ちください。なんだって？千歳で指名できました。今すぐここによこしてくれるって。そうか。だが、普通こういうサービスって、ホテルとかにしか呼べないもんじゃないのか。さあ、どうなんでしょう。待ち合わせ型みたいなやつじゃないですか。外で会って一緒にホテルに行くみたいな。最近そういうのが多いって聞きますけど。ふん、詳しいな。よく利用するのか。いやいや、俺一応ソープで生まれた男ですからね。そのくらいは基礎知識というか教養というか。なるほどな。勉強になるぜ。やめてくださいよ。お待たせしました。お、来たみたいだぞ。ゲリー・バスター・ホームズ。え、どこから。ここです。はい、はやー。フィメールバージョン。うわ、な、なんだ。春日様ですか。そうだけどよ。お待たせしました、千歳です。こいつが千歳か。あっさりたどり着けたな。俺たちの作戦勝ちだ。Ain't the right one. やったな、春日。つん、全然違う。なんだ、こいつじゃないのか。いやいや、全然違いますよ。どうなってんだよ、おっさん。知らねえよ。こいつじゃねえのかよ。名前千歳だし、髪型も似てるんだろ。髪型は確かに一緒だし、名前も奇跡的に一緒だけど、なんつうか、こんなにパワフルじゃないっつうか。違うんですか、千歳。悲しいです。いや、チェンジとかそういう問題じゃなくて、千歳さんは何も悪くないんですけど。おい、てめえらさっきから騒がしいんだよ。むしゃくしゃするぜ。ぶん殴ってやる。おい、春日、話は後だ。まずはこいつらを倒すぞ。はい。Put that money to work. 千歳さん、危ないから下がっていてください。 Why? 私が下がる理由はありません。そもそも助けてほしいから私を呼んだのでしょ。え、どういうこと。私はデリバリーヘルプの千歳バスターホームズです。デリバリーヘルプは喧嘩のヘルプをするデリバリーサービスです。喧嘩のヘルプ。おい、俺を無視して喋ってんじゃないよ。ふざけんな。マジで今すぐぶっ殺す。行くぞ、カスカ。はい。ただじゃ済まさねえ。やんのか、この野郎。 All right. Party leader's turn. You can summon pound mates.
help by pressing R1. Oh, they changed it. It used to be a selection from the little wheel. Those are powerful allies with a wide range of abilities, but their assistance carries a fee. The price depends on the pound mate, and it'll increase depending on their rank and how many times you request them within the same fight. As you continue to use pound mate, your member rank will increase. As your member rank goes up, you will be able to add benefits when you request someone. These options carry an additional fee in exchange for powering up the pound mates. The higher your rank, the more pound mates you'll have benefits available. That's new. They didn't have that in 7. Alright. Hi, Delivery Help Desk. Hi, hi, onegaishimasu. Delivery. Yoroshiku! Delivery! Matte masta! Tsutomasu! Yeah, yeah. やるぜ! Smash! That's cool because in the original game, it was just a one-time use. I guess when you upgrade them, you can get more uses out of them and probably make them stronger. That's cool. I like using pound mates in 7. Nanda, koitsura. Soshite ano onna. Chiyo sugiru. Sote, todome desu. Chicken to beef. Okonomi wa. Gomen nasai! Kore ni te, muryou campaign wa shuryou desu. 次からはお金がかかりますが、またのご指名お待ちしてます。お、おう。それでは、グッバイ。I bid you adieu。何だったんだ一体。デリバリーヘルプ。いざという時に金払うと、喧嘩の手助けをしてくれるサービスですよ。詳しいな。よく利用するのか。昔ちょっとね。デリバリーヘルプ、まさか偉人町だけでなくハワイでも営業してるなんてな。手広いぜ。千歳は見つからなかったが、千歳と会えたからよしとするか。いやよ。Looks like we're gonna need to come up with some cash after all. How much did he say we need? $30, give or take. That's the ballpark range. And if you couldn't guess, I'm broke. Ooh. Right. I don't think I've got anything either. Wait. Huh? Hmm. What's up? What do you know? Turns out I do have some cash. And that? Huh? Sheesh, man. Why didn't you just say so? It takes care of that. Let's beeline back to Jeff's. Yo. We might solve the Jeff problem, but we don't know what to expect thereafter. We gotta save some for the future. Hi. Good plan. Never hurts to have a little cash on hand. You know any part-time? You know of any part-time under the table type gigs? Hmm. Well, what kind of under the table work have you done? Does picking up cans on a bike count? I did that when I was homeless. Okay, actually, if you're good on a bike, maybe you could hack it as a delivery guy. Huh? Yeah, delivering what? So. Food, like from the restaurants. Delivery apps are real big over here.
All you gotta do is pick up whatever the customer orders and bring it to them. Not too hard, right? Plus, these companies are always hiring, and you can earn a pretty penny as long as you bust your butt. That is. Oh! Cruising around delivering food? I can do that in my sleep. Where do I start? You can sign up through mail, through email, and once you've once you're approved, go wait by Aloha Beach. Nah. I could just shoot you the email for you, save you the hassle. If you could, that'd be great. I'll head over to Aloha Beach in the meantime. I was just talking about being able to ride a bike, and now we get to do it. Yeah. Alright, なあハワイ一日中にもたくさんいたけどそれよりもたくさんいるかも鶏も多いし日本とは鳥事情が違って見えるだろうのんきに外で飯食ってるとどんどん寄ってくるから注意だ桐生さんも鳩に飯取られたりしたんすかいや20匹くらいに囲まれたが睨み続けて1匹も近づかせなかった程よい緊張感の朝飯だったぜ鳩も桐生さんに睨まれたらさすがに動けないんだないい感じだな What are you looking at? Hey! What are you looking at? What are you looking at? No man, I ain't messing with y'all You looking at? What are you looking at? You looking at?How's it, my man? Hey, where you headed? Roger that. Beat her in a hot minute. Sorry, Kiryu. Come on, boy. So this is low key look creepy. Ore no banda na. Ikku ze. Hōden junbi.Recovers HP. Anybody that's within the zone. Right. Stay still, my boys. Uke te mina. Inoch o daiji ni. Kaifuku da. Sumane. Let's go. Close enough to use this. Sasa to koi. But I will electrocute this fool. Moratta.放電準備調子出てきたぞくれじゃあ俺の番だうれっほら俺の番だな勝負しろよ俺で強すぎだろいい調子だぜSuitcase over here. さっき言ってたデリバリーバイトの待機所ってこの辺か？ああ、そのはずだ。待ってればそのうち来るだろう。
俺たちはちょっと時間潰してるから、まあ頑張って稼げよ。え？なんだよ、おめえもやらねえのかよ。やらないやらない、タクシー運転手がわざわざ自転車で配達なんかしねえって。じゃあ後でな。I forget your old boss is looking for you. Guess I'll just wait here. Hmm? Yeah! What? Yuga, baito kibousha? Eh? Ah, ah, hi.いいねいいね、豪快なアフロ、濃い顔、アホそうだけど愛嬌ある感じ、クレイジーさが香るね。失礼だな、あんたどちら様。俺か、俺は君が申し込んできたバイト先、食品デリバリーサービス企業クレイジーイーツの代表チャーリーだ。チャーリー looks likeA young version of taxi driver from Crazy Taxi. I'm Kasuga Ichiban. Kane ga nai node hatarakasete kure. Tanamu. Ii ne, ii ne. Mokuteki ga meikaku de ii ne. Soshite kazu aru kigyo no naka kara koko o erabu sense. Crazy de subarashii. Okay. Goukaku da Ichiban kun. Uchi de baito shite kure. E? Yatta. Ii no ka?なあ、体もムキムキで体力ありそうだし、何よりうちは諸事情あって人手が足りないからね。犬でも猿でも虫でも何でも大歓迎、即採用さ。そうか、そいつはどうも。よし、じゃあ早速仕事をしてもらおうかな。うっす。ところで仕事ってどういう、食品配達だとは聞いてるんだが。ああ、その通り。契約しているお店のお弁当を自転車で客に届ける仕事だよ。歩合制だから、より早くより多くのお客さんに届けることができれば、その分給料も上がる仕組みになっている。なるほど、自転車で早くたくさん弁当を届けりゃいいんだな。自転車はホームレス時代の缶拾いで慣れてんだ。任せてくれ。そいつは頼もしい。だがうちの会社には早く多くに加えて、もう一つ給料が上がる方法があるんだ。給料が上がる方法？なんだそれ、教えてくれよ。それはな、クレイジーに運ぶということだ。クレイジーに運ぶ？なあ、うちはクレイジーイーツだからね。クレイジーに運ぶ、それは見せる配達をするということだ。見せる配達？例えばさっき俺がここに来るときに見せたような運転だ。配達員がジャンプしたり回転したりしていたら、周りの人は見ていて楽しいだろう。そういう見ていて楽しい、クレイジーでファンキーな配達をするドライバーを評価するのが、うちの会社クレイジーイーツの特徴なんだ。掟破りのクレイジーな配達の仕方で、お客やハワイの人たちを楽しませるエンタメ配達集団。それが俺の目指す理想の姿なのさ。ここは南国ハワイだ。非日常を求めて多くの人が集まっている。そんなリゾートの配達が普通だったらつまらん。そうは思わないかい？まあ盛り上がるのはいいとは思うけど、弁当がこぼれるんじゃ。そこが俺たちの腕の見せ所ってわけさ。クレイジーに見せる運転をしつつ、早く多く届けつつ、弁当はこぼさない。そんな紙配達ができる唯一のプロ集団、それがクレイジーイーツなのさ。もし弁当がダメになっても、そこは保険とか入ってるし、客も理解した上で注文してるから、細かい設定とかは気にしなくていい。とにかく本能のままにクレイジーに、かついい感じに弁当を届けてくれ。アンダースタン？アンダースタン。 OK、 これで説明は終了だ。こういうのは実際にやってみた方が早い。早速やってみるとしよう。
waste nobody's food. All right, first you need to grab the food. Try riding the bike straight into some. Awesome. Guess that was pretty easy for you, huh? Now for what sets Crazy Eats apart tricks. Start off by pedaling. Okay, now that you got some speed, try pulling off a trick. Crazy! Three tricks, crazy combo. When you hit a stunt in succession, you start to enter an extreme state of mind. Perfect timing, bro. Customer alert. Break near him. Bravo, beautiful. You're officially a certified deliverer. I love seeing promising new stars join the ranks. Hey, I'm bored with all this training. Let's put on an actual shift. Go crazy out there. Are you ready? Let's crazy! 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 Where's the rest of the food at? Ah, shoot, no! Missed some. Daddy engine! Woohoo! Genius! Crazy delivery! Delivery 完了! Thank you! Yeah. This is cool. Messing around with this. This is fun. Crazy! Yeah. Oh, extreme! Good delivery! Good job! Thank you! Get some more food. Ora la 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 la
ね。That was cool. Oh, yeah, 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 yeah. Two delivery. Delivery 完了. Finish. That was super fun. よく働いたな。よし、まあこんなもんだろう。ふう、こんなもんかな。エクセレント！一番くんすごいね。初回でこんなにクレイスーな走りができるやつなかなかいないよ。君にはクレイスーなデリバリーの才能があるよ。ありがとうよ。難しいけどなかなか奥深くて面白いな。そうだろう。見せる配達と速さと丁寧さのバランスを取るのはとても難しいんだ。運転テクニックだけじゃなく戦略性も問われてくるからね。極めるのは大変さ。でも上達すればするほど楽しくなるし、もらえるお金も増える。頑張って最強にクレイジーな供給取りになってくれ。あ、そうだ、これは俺たちの仲間入りした記念だ。受け取っておいてくれ。ナイス。ありがとう。これからよろしくな、チャーリーさん。こちらこそ。一緒に楽しもう。 Too hard to go!Let's crazy! Alright, made some crazy money. Oh, he's a pound mate too? Nice. All finished, Kazuga? Yeah. Tell me you made at least 30 bucks. Oh! Come on, of course I did. Now let's get over to Jeff. Just don't spend it along the way. Don't you worry. If anyone's, good at handling on to chump change, it's me. All right, then. The taco truck we go. Very nice. All right. Let's see if we can get to a taxi. I ain't got no brief. Nice. いい感じだな。ん？トロリーバス？ハワイの観光バスみたいなもんか。バスに乗って島を見て回るのもいいかもな。Aloha. What are you selling?And stamina X's are expensive. All right, get dog food, bird food, and cat food from here. Okay. Thank you. I'll come back to that. What's that? Oh, bird.There we go, get the scooter now. Nice. 道路で波乗れ、岡サーファー。乗ってみませんか？会員登録も今なら無料ですよ。あの、岡サーファー、登録無料。
お試し乗車キャンペーン中です。いかがでしょう。オカサーファー、あんな欠陥品乗るわけねえだろ。もう欠陥品じゃないんです。お願いします。はあ、誰も乗ってくれない。私のオカサーファー。オカサーファー。シャープインザストリート。お兄さん、オカサーファー試してみませんか。今試乗キャンペーン中なんですよ。会員登録も無料、お得ですよ。どうです、どうです。まず聞いていいか。そのオカサーファーとかいうのは一体何なんだい。え、オカサーファーを知らないんですか。ということは炎上事件のことも知らない。炎上事件。ああ、いいんです、知らないならそれで。私オカサーファーの開発者のオカと申します。ああ、俺は春日一番だ。春日さんですね。この度は私の話を聞いてくださってありがとうございます。ではこちら、私岡が20年の月日をかけて開発した電動移動マシーン、岡サーファーです。ほう、乗り物なのか。不思議な形だな。はい、これは昨今流行りの電動キックボードや電動自転車とは全く異なる設計思想で作られています。キックボードや自転車は自分で蹴ったり漕いだりせにゃなりませんが、これは何もしなくていい。乗っかってるだけで一切足を動かさずに進むことができる最強の楽ちん移動マシンなのです。へえ、そいつはすげえじゃねえか。でもなんでそんなマシンがこんなに見向きもされねえんだい。実は以前ちょっとした失敗がありまして。失敗。さっき言った炎上事件ってやつですね。ちょっとばかり炎上しちゃいまして。炎上。はあ、俺あんまりそういうの詳しくないんだが、もしかしてネットで変なこと書いちゃったとかそういうやつか。ああ、いや、ネットも当然炎上しまくったんですが、実際にも炎上しまくっちゃったんですよ。というと。そのちょっとばかり不具合がありまして、ちょっとばかり走ると爆発しちゃったりして。マジの炎上じゃねえか。いやはや、お恥ずかしい。でもですね、それは過去の話なのです。あの後私は深く反省し、自ら試乗実験とバグ修正を繰り返しました。そのトライアンドエラー数なんと5億回です。うまくいかないこともたくさんあり、何度も傷を負いましたが、その甲斐もあり、今のオカサーファーは不具合ゼロ、安全安心の最高の乗り物になったんです。ですが、一度ついた悪いイメージは拭えず、結果的に誰も乗ってくれないんですよ。今のオカサーファーには絶対の自信があるのに、一度乗ってもらえば良さがわかると思うんですが。なるほどな、そういう事情だったのか。まあその傷を見れば、あんたが体張って頑張ってきたって熱意は伝わってくるよ。それで、もしお時間があれば試乗してみません。ここまで話を聞いてくれたのは春日さんが初めてです。絶対満足してもらえると思うのでね。本当にもう爆発しねえんだよな。はい、この傷に誓って。All right, once you obtain the street server, you can ride it by pressing down and get around fast. While riding, if you press R2, you set the server to auto cruise. It will automatically pilot you to the destination you set on the map. We only live once. Should I give this street server a chance? わかったよ。ものは試しだ。乗ってみよう。やっ
ありがとうございます。では早速やってみましょう。ライドン。Alright, let's go. I enjoyed writing this thing in the demo. It was fun. Alright, in Street Fighter, Surfer, press R2 to engage in auto cruise. You open the map and press X to a destination. Street Surfer will automatically drive you there. While auto cruising, you can still perform small adjustments with the left stick. Give it a try. It's a breeze. Alright. Hey, 歩くより速いな。なかなか快適じゃねえか。ひゅういいねいいね。お疲れ様でした。いかがでしたか、オカサーファー。正直、思っていたより全然良かったよ。歩くより楽だし速いし、便利だな。ありがとうございます。その言葉が聞きたかったんです。おいおいこいつら、オカサーファーになんか乗ってるぜ。ダセえな、流行らねえんだよそんな欠陥品。なんなんですかあなたたちは。確かに以前のオカサーファーは欠陥品でした。でも今のオカサーファーは違うんです。そんなの信じられるかよ。こんなガラクタぶっ壊してやるよ。いや、やめてください。 I'm about to beat the brakes off you. あ？なんだてめえ。オカサーファーに乗ったもんだ。俺はこれ結構気に入ってたな。会員登録してもいいかなと思ってんだ。だからおめえらに傷とかつけられたくねえんだ。それに文句は乗ってから言ったらどうだ。てめえ調子に乗りやがって。オカサーファーとまとめてぶっ壊してやるよ。泣きさせんでも許せ。やるのかこの野郎。俺の番だな。こうねえのか。I was hoping I could pick something I can beat their brains in with it。行くぜ。放電準備。手加減はなしだ。しゃあ。ビビってんのか。俺の番だ。出てきたぜ。茶番はしまいだ。俺の番だな。おーしろよ。There you go. Don't mess with him no more. Yoshi! Got some good money from that fight and an experience. Kasuga-san, お怪我はありませんか？オカサーファーのために申し訳ありません。なーに、俺がこいつら気に食わなかっただけだよ。それよりオカサーファーは大丈夫か？何度か蹴られちゃいましたが、多分大丈夫だとは思います。でも念のためこれは私が持ち帰ります。もし今ので壊れていてまた炎上でもしたら今度こそおしまいですからね。そうだな。それでさっき会員登録してもいいとおっしゃってましたけど、あれは本当でしょうか？なあ、気に入ったし今なら登録料無料なんだろ。困ってるみてえだし登録するよ。ありがとうございます。本当に嬉しいです。で、登録するといつでもこれに乗れるようになるのか？はい、オカサーファーへの乗車が禁止されているところを除けば基本的にいつでも乗ることができます。ただオカサーファーは電気で動くのである程度走るとバッテリーの充電が必要です。充電は
ハワイに数箇所設置されているオカチャージャーにて行っていただけます。充電には料金がかかってしまいますが、まとめてたくさん充電した方がお得になっています。オカチャージャーでは充電の他にも見た目や機能のカスタマイズもできるのでご活用ください。 Alright, street surfers consume battery while in motion. You can charge and customize your street surfer at Oka Charges. Pay to refill your street surfer battery. Choose from the options depending on how much power you need. After the look of your Street Fighter, or that's a Street Fighter, Street Surfer using a new material such as wheels and paint. 了解。ハワイは広いから移動が大変になりそうだと思ってたんだ。使わせてもらうよ。ありがとうございます。私も春日さんに満足いただけるようにどんどんサービスを拡張していこうと思います。それでは失礼しますね。なあ。気をつけてね。はい、春日さんもお元気で。やめ。おい、お母さん。火を越えると爆発すると直しておきますので安心してお乗りくださいね。So much for being safe out there. All right, battery pack that increases the charge capacity of the street surfer. Up to 3 can be installed. よそ見するなよ。 All right, cool. Julio, where are we going? Okay, there we go.I thought this was so cool. Nice. Oh, Anta.約束通り金を持ってきて、これで教えてもらえねえか。まあいいだろう。で、聞きたいのは何だっけか。3日前俺のパスポートが盗まれた。ここに持ち込んだやつがいなかったか教えてくれ。来たぜ。本当か。ああ、日系のとびっきり美人の姉ちゃんだった。あんたの顔、特にそのヘアスタイルは特徴的だからな。間違いね。じゃあパスポートはここに。いや、あの姉ちゃんはパスポートを売りに来たんじゃねえ。あんたのパスポートで第五地区に入れるか聞きに来たんだ。第五地区？バラクーダのアジトのことだ。バラクーダって昨日のあいつらか。第五地区は川向こうにある不法占拠地帯だ。周囲はフェンスでガチガチに囲まれてて、見張りも厳重だ。よそ者が立ち入れる場所じゃねえよ。そこに俺のパスポートで入るってのはどういうことだ。あそこには面白いルールがあってな。第五地区に入りたきゃ観光客からパスポート奪ってこいって言われるんだ。パスポート？何のためだよ。あそこを仕切ってるバラクーダのしのぎが偽造パスポートだからだ。本物のパスポートは偽造品の材料として欠かせねえ。実は俺がここで買い取った盗品パスポートもバイヤーを経由してバラクーダに流れてる。他人のパスポートが第五地区へのパスポートになるってわけだ。そういうことだから、あのお姉ちゃんは
あんたから盗んだのを使おうって考えたんだろう。女一人で第五地区に近づくなんて相当リスキーだからな。事前に俺んとこに確認に来たんだろう。なるほどね。でもなんで千歳はんな場所に行こうなんて思ったんだ。さあな。ま、パスポートは諦めな。第五地区に渡っちまったら取り返す術はねえ。パスポート取り戻すのもあるけどよ、それ以上にあの子に用があるんだ。用事っつっても今頃第五地区の中だろ。会いたかったらあんたたちも第五地区に行くしかねえんじゃねえか。バカ言え、あんなとこ死にに行くようなもんだ。いや、茜さんが何者かに追われてるか、もしかするととっ捕まってるかもしれない状況だ。千歳からなんとか手がかりを聞き出して。第五地区に入る方法は他にないのか。なくはねえけど、パスポート盗む方がよっぽど楽だぜ。あるのか、聞かせてくれ。さっきも言った通り、第五地区はフェンスと監視でガチガチに固められてるけどな、月に一度警察の巡回が入るんだ。警察が？第五地区の治安状況確認ってのが名目だが、実際のところは警察も仕事してますよって体裁を保ちたいだけだ。中で起きてる犯罪やら何やらは全部知らんぷりで帰ってくる。その巡回役の警官がローマンって男でな、当然そいつはバラクーダとズブズブの関係だ。そのローマンってやつになしつければ月一の巡回に同行できるかもしれないってことか。くそ、よりによって警察かよ。ああ、お前は顔を見せない方がいいだろう。交渉ごとには俺が立つ。これはローマンにとってもリスキーな話だ。おまけに奴はとことん金に汚くてよ、5万ドルはせびってくるぜ。5万ドルするってと500万円かよ。それもキャッシュでだお前らにそんな金はねえだろ。ローマンに会うだけ時間の無駄さ。いや、会わせてくれ。なんだ、あんたそんな大金持ってるのか。何事も交渉次第だ。ふん、あんたが何者かは知らねえが、まあ会いに行くだけ行ってみな。ローマンは第五地区の近くにあるダイヤモンドヘッドってバーで毎晩飲んでる。わかった。おい、マジで行くのかよ。なあおい、待てよ。ん？どうした？悪いことは言わねえ。第五地区に行くのはマジでやめとけ。あのバラクーダのアジトなんだぞ。死にに行くようなもんだ。危険なのは分かってる。だが俺たちにはあまり時間がない。第五地区に乗り込むのが一番の近道なら、そうするまでだ。うん、それによ、別に喧嘩売りに行くわけじゃねえ。あの千歳って子を探してだけだ。うまくやりゃバラクーダとのトラブルも避けられるかもしれねえだろう。だからその考えが甘すぎだってんだよ。俺らはよそもんだからよ。バラクーダのヤバさをよく分かってねえのかもしれねえ。でもどうした、その様子はそれだけじゃねえみてえだ。なんかあったのか、バラクーダと。よかったら話聞かせちゃくれねえか。力になれるかもしれねえ。ああ、そうだな。それに、よかったらなんて言ってるが、こうなったこいつのしつこさはもう分かってんだろ。そういうことを言います？あまり楽しい話じゃねえし、短くも済まねえからな。
もう何年も前のことだけどな、俺は病とは関係なく真っ当にタクシードライバーやってた。おめえもともとタクシーのうんちゃんだったのか。稼ぎはしょぼいけど、それでも楽しくやってた。惚れた女がそばにいてくれて、もうすぐ子供も授かろうってんだからな。思えばあれが俺の人生のピークだった。家族がいたのか。マリーって言ってな、そりゃいい女だった。あんたらに会わせてやりたかったよ。彼女が妊娠6ヶ月になるかどうかって頃だ。俺らの家に警官たちが押しかけてきたんだ。逮捕状持ってな。逮捕状？俺があるタクシーを襲って、乗ってた会社の社長から大金を強奪したんだとよ。何？当然事実無根だ。なのに次から次へと目撃者が出てくる。裁判の結果は懲役5年。弁護士に言わせりゃ無罪を主張してたら15年は出られないってことだった。じゃあ罪を認めたのか。やり手弁護士を雇うような金はねえ。認めて5年かごねて15年かって選択肢しかなかった。悪夢ってのはまさにあのことだ。貧乏人のささやかな生活があれよあれよという間にぶっ壊れていった、うん、なんで俺がこんな目に遭ったのか。それが分かったのは無所に入った後だ。俺と似た経緯でぶち込まれた奴らが他にも何人かいてよ。話を聞いたんだ。おめえ以外にも？ああ、そいつらが言うにはバラクーダのボスが自分らの犯罪を無関係な人間にかぶせてるってんだ。目撃証人を何人もでっち上げて警察まで買収してな。さっきタコス屋のジェフがローマンっておまわりについて話したろ。あいつが警官側の親玉らしい。昔からやってることは大して変わってねえってことだ。バラクーダは警察を取り込んでるってことか。マリーさんはどうなったんだ？刑務所に入ってから一度だけ面会に来てくれてな。腹の子は流産しちまったってよ。あんだけのストレスにさらされたんだ。無理もねえ。きっとろくに飯も喉を通らなかったんだろうし、寝れなかったんだろう。肌はボロボロでガリガリに痩せこけてた。俺がこんな目に遭ったせいでよ。マリーとはそれっきりだ。無所を出た時にはもう行方がわからなくなってた。せめてどっかで健康にいてくれりゃいいんだが。あまり楽しい話じゃねえって言ったろ。あいにくまだ続きがある。無所を出てすぐ俺は第五地区の近くにある高級レストランを監視し始めた。レストラン？そこがバラクーダのボス行きつけの店って話を無所で聞いてたんだ。有金はたいて銃も手に入れた。復讐か。マリー、それに生まれるはずだった願望の仇だ。幸いボスの面は割れてた。どれくらい待ったか、ついにその時が来た。無所の中で何遍も思い描いた光景だった。俺は群がる手下をかき分けて奴の顔面に鉛玉をありったけぶち込むはずだった。なのに実際の俺は体が震えて一歩も足を踏み出せなかった。想像してたよりもずっと護衛は手薄だった。やろうと思えばできたんだ。奴は上機嫌に俺のすぐそばを通り過ぎてったんだ。なのにできなかった。俺はただの腰抜けだった。だからこそお前は今生きている。もし撃っていたら間違いなくその場で殺されてた。開きにされてな。ああ、おかげでこんな惨めな様を晒してる。撃てもしねえ銃ちらつかせて、のんきな観光客から金せびるチンピラだ。こんなのでも生きてるって言えるのかよ。富澤、借金をきっかけに病に取り込まれたのはその後だけど、
バラクーダと張り合おうなんてのはハワイじゃあいつくらいだからな。あんな集体さらしといて病の下にいることでまだバラクーダと張り合ってる気でいるんだ。俺は救えねえよ。と話は以上だ。どうだ、バラクーダのヤバさも俺のクソさもさすがに伝わったろ。ああ、バラクーダは相当ヤバい連中だってことがよく分かった。そうだな、警察とつながってるのも厄介だですね。でもおめえがクソだって見解にはちょいと意義ありだ、富澤。ん？おめえはクソでも腰抜けなんかでもねえ。だってあの病と手切る決断できたじゃねえか。あん時だっておめえは死ぬかもしれなかった。でもやれただろう。あれはお前らに当てられて。当てられようがなんだろうが、決めたのはおめえ自身だよ。あ、強盗はクソだぜからな、そこは間違えんなよ。そんだけつれえ目にあったんならもうバラクーダと関わりたくねえって気持ちはよくわかる。でもよ、おめえが今の生き様をみっともなく思ってんなら前向いて生きるためにきっちりけじめつけるべきなんじゃねえか。けじめってのがバラクーダのボスを殺すことなのか何なのかはおめえ次第だ。何にせよこのまんま連中にやられっぱなしじゃ尺じゃねえかい。だからよ、一つ俺らに手貸しちゃくれねえか。手を貸す？ああ、俺らはよそもんだし英語もだいぶ怪しい。でも茜さんを探すのは急がなきゃならねえ。だからやっぱり第五地区には行こうと思うんだ。おめえみてえなハワイの裏にも通じてるやつが力貸してくれりゃ心強え。おめえは俺らをガイドするついでに連中にけじめつける。どうだい、一石二鳥ってやつじゃねえか。ねえ桐生さん。ああ、お互いいいことずくめだ。悪い話じゃないと思うぜ富澤。それでうまいこと乗せたつもりかよ。だが、バラクーダのヤバさは説明した。それでもあんたら行くってんだな。ああ、分かったよ。もう行くよ。お前らみたいなお人よし、俺がいねえとすぐバラクーダの餌食だ。なあ、そう来なくっちゃな。頼りにしてるぜ富澤。ああ、じゃあ改めて行こうぜ。まずはローマンの野郎からだ。頼もしい仲間ができたな。ええ、富澤のためにもやってやりましょうや。Alright, so if I can remember, Roman was the crooked cop beat up in the demo. Alright. What can you buy this? Hello. Aloha. Ooh, hot dog. Good. 115, 40, 40, 50. Ooh. Expensive for a hot dog, though. Should be like $1.50. That's how we build her relationship. Just got to fly off of her. Nothing more than that.
Thank you. Alright, let's get where we need to get to. Here's a bunch of maps. Ooh. There's a conversation we can have. That's a bonding moment. Go over here real quick. Noruka. Yeah, they got out their car to fight us. Fork over your cat. Okay, Suna. Ore no ban da. Got them rolling around in the car. Ore no ban da na. Yeah, definitely check him out. Back in the freaking shotgun. What's wrong? Let's go. Scared? Quit wasting my time. Let's go. Hoden, jumbi. Got ran over. That's funny. You're stealing money from me. Puppy chow. Ore no ban da na. もらった。おや、止め。よし、調子出てきたぜ。やんのかい。うっ。だう。よし、やるぜ。ほら。あら。よし。行くぜ。 調子だぜ。よし、上昇上昇。これが俺の真骨頂よ。また強くなっちまった。日本にも大道芸人はいたが。 こっちは気合入ってんな。道端で人が吐いてんじゃねえか。迫力すげえや。ここのパフォーマンスは結構歴史があるからな。観光客にも人気のスポットなんだ。ここから有名になるパフォーマーも結構いるんだぜ。へえ、登竜門的なもんか。そういえば、偉人町でギター弾いてた2人組がメジャーデビューしてたな。それと近いもんなのかも。路上からプロのミュージシャンか。 夢のある話だな。俺らも路上ライブやってみっか。スカウトされちゃうかもしんないぜ。そしてメジャーデビューってか、それも楽しそうだな。よっしゃ、俺たちの美声を世にとどろかせてやろうぜ。まずは楽譜の勉強から始めないとな。そこは真面目なんだな、お前。Let's get to our main objectives. That's probably some high level enemies right there.
I'll sue you. This is gonna hurt. Do your worst. Back here, Kiryu. I get every time I on a heal, Kiryu goes out of the freaking zone. Oh, walk backwards. There you go. Try out our new moves. やんのかい調子出てきたぜ。俺の番だ。向かうと吹き出しだな。コツつかめたんじゃねえか。まだ強くなれるとはな。Gang of high ranked enemies up in here. Amica. Oh, crap. Hey, you! What you looking at? Huh? What you looking at? What you looking at? I don't want no I'll trouble. I'll sue you! さっさと始めようぜ! 調子出てきたぜ。 Alright, I gotta go. Tantac! Smooth!いつでもいいよ。よし、やるぜ。俺の番だ。相手してやる。Just try me. What's wrong? Scared? よし、もらった。Special suckers. I don't think it's all advanced. Be right back, real quick. All right, let's get on in here and speak to Roman. Roman.あんたがローマ?おや、観光の方かな。ようこそハワイへ。楽しんでますか?と言いたいところだが、タコス屋のジェフから通報があったよ。バラクーダに入団しようとする不審な輩が来たってね。いや、町の危機を未然に防ごうと尽力する。彼は市民の鏡だ。抜け抜けとよく言うぜ。なるほどな。表向きはそういう体で行くのか。ジェフの野郎チクりやがって。俺たちはバラクーダに入団するつもりはない。第五地区に入りたいだけだ。お前が手引きできると聞いたんだがな。まさか。俺は第五地区の巡回担当ではあるが、そんな裏で手引きだなんて。それに君は指名手配中のジョン・ドゥー君だ。第五地区がどうのなどという話をしている場合ではないな。なあローマンさんよ、あんたにご家族は？なんだね急に。なあに、あんたくらい熱心な警察官ならさぞや幸せな家庭も築かれてるんだろうと思ってよ。
それはもう別品の神さんと目に入れても痛くねえ自慢の息子がいるよ。今年ちょうど二十歳になる。まあそういえばあいつ車欲しがってたな。5万ドルはするっていうスポーツタイプのやつ。しかし俺は白球のしがない警官だからな。もし息子の願いを叶えてくれる人がいたらいいんだけどな。いないかなそんな人。本当に5万ドルせびってきやがった。ジェフの野郎、情報は確かだったみてえだな。さあどうする、払うのか。お、うん、まあ払わないならここでゲームオーバーだ。見ての通り客はみんな俺の手駒だ。ここで起きる出来事は全部事故で片がつく。すがすがしいくらいのクズだな。ローマ、あいにく俺たちはそんな金持ち合わせていない。だが第五地区には案内してもらいたいんだがな。なんだお前。それにこいつの冤罪も証明してもらわないとな。いいえ、俺にも警察の知り合いが何人かいるが、どいつもこいつもてめえの信念のために命張るバカばっかりでな。おい近づくな。おめえみたいなのが警察のバッジつけてるのを見るとヘドが出る。来るなって言ってんだろ。おいおい危ねえな。こっちは何もしてねえのにチャカぶっ放すとはよ。Scared, intimidated. Well, what are you waiting for? Tomizawa, can you do it? Yeah. Let's go. 言われるまでもね。These damn tourists think they can walk all over us. Let's teach him how wrong they are. I'm about to beat. Your face pisses me off. It breaks off you.Your face pisses me off. So I'm about to target you. We still got what's that mess now? I got your weakness too. Get beat down. We still got beef. Heck yeah. Yeah, got that boy drunk. 俺の番だな。手加減はなしだ。We'll be out of commission for a little bit. It's time to work over his buddies. Just try me. やるぜ。Yeah, you suck, by the way. So do you.まとめて逮捕してやる。
俺の番だな。行くぜ。放電準備。ミスサカー。オレ。ハチ。オレ。オレ。Don't clear my name.I want no beef. I want no beef. You want it? It's gonna hurt. Just try me. Let me heal him up real quick. こいつで。ビビってんのか。黙らせてやる。Oh, what's up with that camera? What the heck? That was weird. You still got me? Choshi dete kita ze. Alright. So go on ham. Alright. You're dead meat. Matomete taifu shite yaru. I'm about to hit you with a power attack. Alright. Come on! Owaraseru! Oh, nice. Yeah, you suck, by the way. Hit us up. Oh, I can't no more. Okay. Got items. Go ahead. Come at me. Tag me in. Suck a fool. You're dead meat, huh? Take a game on us there. There we go.Clown back here. Back attack! まとめて逮捕してやる。ドリア Got him out of the way. And we pick off his goons.回復だ。よし、やるぜ。See if I can bring Homie back. Come at me.No, I had a revive thing. Come on! That one that revives him with 1 HP. Where the heck is that at? There you go. Come at me! Mada. Take a game on us, sir! Heal him up real quick. Skype.ありがとうよ。Yeah, buddy. 俺の番だ。
おら、うん、俺の番だな。調子出てきたぜ。ついてこれるか。ビチューアヤクザスター。Roman and his goons are being defeated. I got some good money, good experience. まだ強くなれるだな。And bomb.Essence of danger or of dagger. これが俺の真骨頂よ。くっそー！うわっ！あっ！この富澤！クサゴラ！何やってんだよ。何って？もう少しで収束だったんだぞ、お前。そうだな。ビビったぜ。ビビったじゃねえよ、バカ野郎。俺はお前の家族でも親友でもねえんだぞ。そっか、俺はとっくにダチだと思ってたぜ。あ、おい、それよりここどうなってる？あ、いや、もういいや。キリュウさん、俺の髪の毛大丈夫っすか？玉かすったと思うんすけど、剥げてません？うん、別になんともねえよ。先っちょが焦げてるだけだ。もともとチリチリなんだから気にすんな。あ、そういうこと言います？こいつ、特別なオーダーしねえとできねえスペシャルなヘアスタイルなんすよ。なんなんだよ、チリチリ一体。お前はバラクーダの手先となって警察の立場を使って罪もない人たちに濡れ衣を着せてきた。間違いないな。そうだ。お前はこの二人、富澤と春日にも濡れ衣を着せたんだな。ああ、そうだよ。この野郎。富澤、その怒りはバラクーダにとっておけ。こいつはただの下っ端だ。クソ。俺に引っかぶせた容疑はきっちり撤回してもらうぜ。おかげでせっかくのハワイなのに六すっぽ外も出歩けねえんだ。いいな。わかったよ。そりゃどうも。要件はもう一つある。俺たちを第五地区に案内しろ。あんなとこに何の用だよ。観光客が行く場所じゃねえぞ。人を探してんだ。そいつは多分第五地区に隠れてる。第五地区に案内するのは不可能じゃねえが、俺にとっても危険な賭けなんだ。もしバラクーダのボスにバレたら。バラクーダのボスとやらが誰か知らねえが、俺もそこそこ怖いぜ。わかったよ、わかった。案内する。明日次の巡回があるんだ。正午に第五地区のゲート前に来てくれ。協力感謝するぜ。ハワイでの公然わいせつ罪は罰金1000ドルだったな。その金だ。5万ドルのスポーツカーじゃなくて悪かったな。キリュウさん、すんません。恩に行きます。これでやっと無罪放免ってわけか。ひとまず助かったな、ローマンさんよ。富澤に感謝しろよ。